バギフ・ムスタファザでは、ソビエト時代のアゼルバイジャン出身のジャズピアニストであり、作曲家、ジャズとアゼルバイジャンの民族音楽であるムガムを融合させたことで有名である。1920年にアゼルバイジャンは、ソビエトの支配下に置かれ、その20年後にバギフは生まれた。彼が5歳になる頃は、第二次世界大戦も終結し、 スターリンによりジャズは資本主義音楽と位置づけられ、ソビエト連邦時代を通じて禁止された。アドルフ・ヒトラーは同じことをドイツで1933年に行った。黒人の音楽だからというのがその理由である。先祖本で演奏を行うことまでが非合法化された。バギーフはそれらジャズに対する規制をあまり気にすることはなかったようだ。 子供時代は BBC で放送されたジャズを聴きつつも、名花というリズミカルな歌を友人と口ずさんでいた。ラジオを聴いた後は友人である、バギフサマドクルーとピアノを弾き、自分たちが耳にした音楽を再現しようとしていた。スターリンが1953年に死去した後はジャズに対する規制が徐々に緩和されていった。しかしあくまでも徐々にであり完全にではなかった。 1957年当時でさえはギフがコンサートでジャズを演奏することは許されなかった。そういった状況を前にして友人に向けてやクラブで個人的に演奏せざるを得なかった。彼はジャズでの即興演奏に情熱的に取り組んだが何か物足りないものを感じていた。最終的にはアゼルバイジャンの伝統音楽であるムガームとジャズを融合させる取り組みを始めた。 バギフ・ムスタファザでは1940年3月16日にバクーで生まれた。名前は母の発案により著名な詩人サメドブルグンから取られた。バギフはアラビア語で莫大な知識を有するという意味である。3歳からピアノを弾き始め、1963年にはオスフ・ゼイナリーの名を冠したするバクー州立音楽学校を卒業し、 翌年アゼルバイジャン国立音楽学校に入学した。1965年には音楽学校を退学し、トビリシに赴きオレロアンサンブルのリーダーとなった。後には、グルジア国立フィルハーモニーにて、コウコスジャズトリオを結成した。その後にも1970年にレイリー、ウーマンズカルテット、1971年には、セビルというボーカルと楽器体によるアンサンブルを結成している。 1977年まではそれらのグループを率いていた。1977年から1979年に死去するまでの間、彼はムガームで使用される楽器を使用するグループを結成し、リーダーとなっていた。バギフはタリン -66 ジャズフェスティバルとキャズ -69 アゼルバイジャンジャズフェスティバルに出演し、功労者として受賞された。 また、1977年のドネツィクジャズフェスティバルでも受賞されている。トビリシマイナス78ジャズフェスティバルでは、ベストピアニストに選出された。1978年に、モナコで開催された第8回、インターナショナルジャズコンポーザーコンテストでは一等賞を獲得し、白いグランドピアノが贈られている。彼は、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国名誉芸術家に、 選定され、死後にアゼルバイジャン国家賞が追贈された。1960年代の初期には一般にもジャズが認知され始め、バギフはアゼルバイジャン以外でも優れたジャズミュージシャンとしても名声を手に入れようとしていた。1966年には、ラジオ番組ジャズタイムの司会者ウィリスコのバーに、バギフ・ムスタファザでは並々ならぬ腕を持つピアニストだ。 彼に匹敵するプレイヤーなんていない。私の知る限りでは最もリリカルなピアニストだとまで言わしめた。1978年にモナコで開催された第8回インターナショナルジャズコンポーザーコンテストでは、Waiting for Aziza という曲で一等賞を獲得するものの翌年死去してしまう。バギフはエリザと結婚し娘を設けた。その娘がアジザ・ムスタファザデである。 彼女は、ピアニストとして、父が始めたジャズムガームのスタイルを受け継ぎ、作曲家、ピアニスト、歌手として成功している。エリザとアジザは現在ドイツに居住している。また、エリザとの結婚前に一度他の女性とも結婚しており、一条を設け、ララと名付けられた。ララムスタファザでは現在、クラシック音楽の優れたピアニストとして活動している。彼女は1991年に、 フランスで開催されたエピナルピアのコンテストで大賞を受賞した。バギフは、タシケントでのコンサートごまもなく、心臓発作で死亡した。その日はくしくも妻の誕生日と娘の誕生日に挟まれた日であった。ありがとうございます。